エハン塾へようこそエハンデラビでございます今日は大切なコミュニケーションですね、えー、ご覧ください、えー、これはですねエハン塾のメンバーのページなんで、えー、大事な話ですねはじめまして、えー、ミョールと申します エハン氏に質問した、エハン塾のメンバーになり、エハンに質問に参加しましたが、過去に遡って皆さんの質問を見ても、エハン自身が答えているのは何かですね。まあ、ほとんどやってないということですね。わずかですね。 <laughs> いでしたメンバーの方々が、えー、気を使わ,使,使わせて答えや,、えー答えやえー、対する意見を書いていくくださいますが、えー、返答のない質問もあり返答がないと悲しいだろうなと 思いますえー、自分も質問しようが悩みますわ。うん、よくわかりますね。 え、それは、そうですよね。えー、クエスチョンエハンの質問グループは、本当にエハン自身が回答してくださるのでしょうかどうか疑問があれば、エハンが直接お答えしますと書いてあるのだから、えー、みんなエハンからの回答を期待していると思いますよ。その通りですね。本当に申し訳ない。また質問の内容を明確にするために、えー、自身のことを書かなくて、 地震、えー、のことを書かなくてはならないときもあるだろうと思うと、誰でも読むことができるこのグループには書きづらい方もいるのではないでしょうか。えーまあ、ここでちょっとストップね。えー、まずはですね、えー、最初からこれは私の発想ではなかった。えー、このサイトは、えー、構築されたときに、 えーまあ、こういうふうにや,やればどうかなというふうに、えー、進められた、まあやってみようというふうに私軽く言ったんですがちょっと無責任だなと、えー、今思いますね、えー、私は一切答えませんはっきり言います一切答えませんそして、えー、自分のアイデンティティを隠して質問することは、えー、これは良くないことです、えー、はっきり言いますね 私はカウンセラーでも何でもありません。私は独立個人です。そして、このエハン塾の趣旨は明確にしておりますね。一刻も早く我々個人個人は独立個人になるために様々な異なった情報を提供しながら、プラスマイナスニュートラル。すなわちご自分で。 考えてくださいというスタンスなので、もともとこの質問コーナーがあるはずはないと今、今、反省しております。申し訳ないんですが、一切お答えいたしません。ただし、ああこの方も面白いですよ。読んでいただければと思いますね。えー、後で読んでいただければ面白い。えー、その、どうしてもですね、 どうしても私に質問したいと思うのであれば、いらっしゃい